こんばんは。学生の時代の友人に保険の勧誘をされてます。後腐れない断り方を教えてください。ちなみに、例えば月に5000円の保険に加入したら、その友人にはいくらくらい入るものなのでしょうか。その契約が生涯にわたって入るものだったりすると、一生かかってこれぐらいもらえるとかだったりするので、なんかボーナスで10万円とか出たりする場合もあるんですけど、後腐れのない断り方はお金がないです。要は車買いたいからお金貯めてるとか、家買いたいからお金貯めるとか、何でもいいんですけど、お金がないけど入れませんと。ただ、本当に入ってほしいんだったら、毎月5000円くれないって言って、5000円くれないんだったら入らない。で、5000円くれるんだったら入ってください。いや、保険には全く興味がなくて、俺は保険よりも、車の貯金にお金を使いたい。だからお金がない。で、5000円ぐらい払えるじゃんって言うんだったら、5000円ぐらい払えるんでしょ？俺に払ってよ。そのお金で保険入る。そしたら、5000円ぐらい払えるあなたが5000円払うし、保険も入るから、みんな幸せじゃない？早く5000円ちょうだいってずっと言い続けると、だいたい離れてきます、そういう人は。